2018明治安田生命 J3 リーグの第15節です。7位のセレッソ大阪 U23 と11位藤枝マイ FC のゲームをお伝えします。 U23 の選手を紹介いたします。黙祷。今週の月曜日に大阪北部で発生した震度6弱の地震、これによって4人の方が亡くなられました。セレッソ大阪のスターティングイレブンです。今日はご覧のフォーメーションを予想しています。一方の藤枝マイ FC です。こちらは前節から2人メンバー入れ替わりました。昨年は J2 の町田で8試合1ゴール、そんな成績を残していました。伊藤です。水野がダイレクトに入れます。フリックした岩渕、縦パス水野シュート決めた。先制点は藤枝マイ FC、 背番号7番水野大輔のゴール。いい崩しを見せました。まずはアウェーの藤枝がゴールを決めました。水野が預けてフリック、そして岩渕のパスを受けて再び水野がシュート。ここ2試合途中出場を続けて、そして今日ついに11ヶ月ぶりのスタメン復帰となりました瀬古歩です。右のサイド秋山が入れます。シュートボレー、わずかに枠の右でした。中央では28番遠藤純喜が待っていました。ここに秋山がクロスを入れていきました。サッカーとカウンターサッカーということで両チームともにやるサッカーは違うんですが、シュートまではいけているという今シーズンここまでの数字です。縦にボールを入れます。これはいいボールが通るか、通った。米沢がドリブルで切り返す、また落としたがファーポスト走り込んでいたネギには届きませんでした。その手前で杉本キャッチ、シュートではなくパスを最後選択しました。ここはチャンスになる、ネギ浮き球のシュート、ポストに当たった、入った。今日 J リーグデビューのネギ光輝がデビュー戦でゴールを決めました。同点ゴール1対1。キーパーからのボールが味方につながらず、そしてキーパー出てきたところ落ち着いてポストに当てましたが、ネギ光輝のゴール。西本、そして右のサイド木田、ここまで上がってきたのは今日2度目。戻します、うまくつないでワンタッチ、中島からのいいパスが出た、小野沢シュート、キーパーの杉本のいいセーブ、チャンスを作りましたセレッソ大阪 U23 ですがゴールは奪えません。奪ってからの速いカウンターを見せました。中島は両足を器用に使うことができます。右足でボールを狙ってきました、シュートです。後ろからシュートは小野沢、遠い位置でしたが中島がシュートを狙いました。ロングシュート、跳ね返りのボール小野沢が狙いました。杉本とそして阿波谷、この2人がフル出場というここまでの藤枝、縦にボールが入れます、縦に入れてうまく岩渕がパスを出しました。さあチャンスになる、シュートきっちり決めた、結果を残しました遠藤純喜、スタメン起用に応えました。勝ち越しゴール1対2。岩渕から絶妙のパス抜け出して最後はキーパーとの1対1、遠藤が落ち着いてゴールを決めました。再び勝ち越しました藤枝マイ FC。 ここはコーナー、ヘディングシュート、流れた、後ろから秋山、ポストに当たる、ポストに当ててしまいました。まだある、水野、秋山のシュートはポスト、体を入れます、北のディフェンスがありました。ビッグチャンスを逸しました藤枝。
目安の4分を経過。もうワンチャンス、時間が残されているかどうか。ここで試合終了のホイッスルです。勝ったのは藤枝舞 FC、 1対2。3年目にしてアウェーのセレッソ戦は初勝利ということになりました。連敗はしませんでした藤枝。そして J3 通算50勝、クラブの節目の勝利ともなっています。